石炭ガス化複合発電とは、石炭をガス化して利用する発電方式。ガス化方式によって酸素武器と空気武器の2方式がある。コンバインドサイクル発電を使うことで、従来の石炭火力発電より高い熱効率で発電することができる。具体的には、一摂氏四百度から一摂氏五百度級 IGCC 容器の場合、送電端で、 低位発熱量基準48から50%程度の熱効率が実現でき、これは従来の超臨海圧石炭火力発電や超臨海圧石炭火力発電の40%程度より高く、開発中の先進超臨海圧石炭火力発電と同等の効率である。これにより従来の石炭火力より20%少なく、 石油火力とほぼ同等の CO2 排出量と LNG コンバインドサイクル発電と同等の SOX、NOX、ジン排出量で発電が可能となる。また従来の石炭火力発電では使うことができなかった低品位端が利用できるため燃料費のコスト削減や燃料調達先の多様化によるエネルギーセキュリティの向上が期待できる。日本では 経済産業省の支援のもとで、電力会社9社等の11法人が中心となって、共同で開発に取り組んできた。1986年度から1996年度までに、パイロットプラント試験、1997年度から2001年度までに、要素研究や、設計研究を行い、2001年度から2012年度までに、クリーンコールパワー研究所が、 常磐共同火力なこそ発電所構内において将来の商用機の2分の1の規模で発電効率、燃焼温度、発電量が少ない 42%1、摂氏200度25万キロワット級の実証機の実証試験に取り組んだ。この開発で大きな役割を果たしたのが三菱重工業で結果として同社は世界で初めて空気吹き、 酸素武器双方の石炭ガス化技術の開発に成功した企業になった。2013年4月1日からクリーンコールパワー研究所を九州合併した常磐共同火力が空気武器の実証機を転用したナコソ発電所15機の商用運転を開始したが、2020年4月に運転を停止し、同年11月16日には廃止された。2017年には、 大崎クールジェン株式会社が大崎発電所で酸素武器実証機の実証運転を開始した。2014年5月15日、東京電力は福島復興大型石炭ガス化複合発電設備実証計画として同社広の火力発電所構内及び常磐共同火力なこそ発電所構内に世界最新鋭の大型石炭ガス化複合発電設備を建設する。 計画を発表した。2016年10月20日には、広の火力発電所構内への設置計画を、荒野 IGCC パワー合同会社、なこそ発電所構内への設置計画を、なこそ IGCC パワー合同会社に承継し、両社が建設、運用を行うことを発表した。このうちなこそ発電所構内に整備されていた。 なこそ IGCC 発電所は2021年4月19日に商用運転を開始した。また、荒野 IGCC 発電所は2021年3月17日にガスカロに転化し、商用運転に向けた試運転が続けられている。石炭ガス化の際に酸素を使うと生成ガスに窒素が混入しないため中カロリーの合成ガスができ、 空気を使うと生成ガスに窒素が混入して、純度の低い低カロリーガスができる。一方、酸素武器のためには、空気中から酸素を分離しなければならず、そのための設備が別途必要になる。空気武器は空気をそのまま使えるので余分な設備は不要である。大きな動力が必要な酸素製造工程が不要で、建設費や運営コストを抑えることができる。空気武器よりも、 高カロリーのガスが発生するので高出力化しやすい。また、電気余剰時は、人造石油や水素製造を行う他能生産設備に設計可能で、バックアップ電源の休業損失問題が発生しにくい。エネルギー政策の目玉、新技術、IGCC とは、プレジデントオンライン2012年11月4日、実証計画概要、クリーンコールパワー研究所。 挑戦者たちのストーリー石炭ガス化技術編、三菱重工、IGCC、常磐共同化力株式会社、2013年4月2日閲覧。エビーナこそ発電所十号機の廃止について、2020年11月16日常磐共同化力株式会社、福島復興大型石炭ガス化複合発電設備、 の実証計画に係る計画段階環境配慮所の送付及び従覧について2014年5月15日福島復興に向けた世界最新鋭の石炭火力発電所を建設運営する事業会社の設立について2016年10月20日 AB ナコソ IGCC 発電所の営業運転を開始いたしました。ナコソ IGCC パワー合同会社 2021年4月19日閲覧。工事進捗状況をお知らせします。荒野 IGCC パワー合同会社。2021年9月14日閲覧。大崎クールジェンプロジェクト。ありがとうございます。